ベルギー SNCV のピーパーシステム車両。フランス CGB のピーパーシステム車両の図。ピーパー推進システム別名アンリピーパーシステムは20世紀初頭にアンリピーパーによって設計されたベンゾール及びバッテリーを用いる電気機械式動力伝達装置を備えた自動車用及び鉄道用のハイブリッド推進システムである。ピーパーシステムの動作原理。 1. 1内燃機関に電気モーター3クラッチ4アキュムレータバッテリー CGB SNCV 用ピーパーシステム車両の動作原理1内燃機関に電気モーター3クラッチ4アキュムレータバッテリー5台車6引くドウリン7クドウ1800年代の終わりにベルギーのエンジニアであるアンリピーパーは内燃機関ダイナモ電気モーターを組み合わせる 電気式推進システムから脱却する新しい推進システムを開発した。電気式は確かに実装が容易だが、ダイナモ、電気モーターの両方を搭載するため、重く燃費が悪かった。一方、多段式のトランスミッションは発展段階であった。非常に軽量の車両の場合は、多段式のトランスミッションを省略することも可能であったが、効率が悪かった。 これらの問題を解決するために、ピーパーは従来の機械式動力伝達装置を備えた内燃機関を使用した。ピーパーシステムでは内燃機関が一定の減速比で車軸を駆動し、始動、加速、土ン、あるいは鉄道でトレーラーを牽引するときのようなパラレルハイブリッドが検討される特定の作業中に電気モーターが内燃機関をサポートする。ピーパーは 電気モーターに電力を供給するためにバッテリーを追加し、バッテリーを再充電するための電力として、ブレーキ時に電気モーターが発電機として動作することにより生成される電力と、時には内燃エンジンが電気モーターを発電機として駆動することにより生成される電力を用いた書籍雑誌記事、ありがとうございます。